皆様こんにちは。今回はこちらの楽読みから大きな下落を見せた世界の債券市場についてお話をします。2022年に入り、欧米を中心に債券価格が大きく下落しています。こちらのグラフをご覧ください。年初からの世界債券の騰落率はマイナス 21.3% と過去30年間の中で最大の下落となっています。この下落の主な要因は、欧米で急速に進むインフレを抑制するため、各国の中央銀行などの金融当局が金融引き締め政策として相次いで利上げに踏み切ったことが挙げられます。皆様の中には、株式の価格が変動するのはわかるけど債券の価格も変動するの？と思われた方もいらっしゃるかもしれません。債券というのは、発行体が債務不履行とならない限り、満期日になれば額面が返済され、満期までの間定期的に利子の受け取りが期待できる金融商品です。ただし、債券の取引価格は満期までの間、市場の金利動向に応じて変化します。市場金利が上昇すると、債券は一般に利子が固定されているため、投資対象としての魅力が薄まることとなり、債券価格は下落していきます。米国の中央銀行に相当する FRB は、政策金利である FF レートをコロナショック時に大きく引き下げ、以来 0.25% で維持していきましたが、インフレ執行を抑制するために本年3月に引き上げを開始し、9月時点では 3.25% に到達しました。なお、市場ではこの先も政策金利の引き上げはしばらく続くと予想されています。今年3月から現在までの政策金利の引き上げ幅は 3% ポイントとなっております。数字が小さいので大きさを実感しづらいかもしれませんが、変化率で見ると13倍と非常に大きく、また半年程度という短期間で実施されたことから、債券市場はかつてないほどの下落に見舞われました。また欧米各国で政策金利が同時期に引き上げられたことや、国債を大量保有している金融機関や機関投資家が損失回避のために半ば強制的な売却に踏み切り、売りが売りを呼ぶ中で急落した側面があったと考えられます。大きな下落を見せた世界の債券市場、今後どう向き合えばいいのでしょうか。中央銀行は金融政策の柱に目標インフレ率を据え置いており、この先物価上昇が落ち着きを見せれば、政策金利の引き上げを緩め、景気動向によっては引き下げに転じると見込まれています。政策金利が引き下げられれば、債券価格は上昇に転じると見られますが、急激に下落した後だけに投資家心理の回復には時間がかかると見られます。このように債券価格は金利動向で変動しますが、それとは関係なく、定期的な利払いや満期時の額面金額の返済償還が期待できます。足元の状況は稀に見る債券価格の急落局面であり、金利は大幅に上昇しています。そのためにこの先の債券投資は高いインカム収入が期待できる上に、市場金利の低下余地が大きく、金利低下に伴う債券価格の上昇も期待できると考えられます。今回は大きな下落を見せた世界の債券市場、金利上昇下での債券投資について今一度考えるという楽読みを使ってご案内しました。概要欄にレポートのリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。今後もマーケットの旬な話題を発信していきます。よろしければチャンネル登録をお願いします。ご視聴いただきどうもありがとうございました。